こんにちは、海です。今私は日光白根山のロープウェイの山頂駅に来ています。今日は日光白根山に登っていきます。山頂駅はこのような感じで結構庭園になっていたりとか、あとは後ろにレストランとかもあって、すごく素敵な山頂になってます。冬場はスキー場みたいな感じですね。はい、では今日は日光白根山に登っていきたいと思います。ここに日光白根山が見えてます。頑張るぞ。頑張ろう。今日のコースはロープウェイの山頂駅から白根山ルートを通って日光白根山に登ります。下りは御田川池ルートを通って御田川池に立ち寄って下山するコースになります。左は血の池地獄を通るコースです。山頂にある二荒山神社という神社の脇から登山道に入ってます。登山道とは言っても結構観光客の方も通るようなすごく歩きやすい道になっていて、こうちっちゃい砂利みたいな感じの道でとっても歩きやすいです。思ったらすぐ普通の登山道になりました。登山道の脇にはすごく苔もたくさん生えていて本当に綺麗な森です。木の根っこの方をクマがガリガリ引っかいた跡が結構たくさんあって、ちょっとクマが近くにいるんじゃないかと思ってかなりびっくりしたんですけど、今のところ大丈夫です。山道は上りもあるんですけど、上りの後にちょっとのどらかな道があったり、ちょっとちょこちょこ休憩しながら歩けるので割と歩きやすいコースです。だいぶ木が低くなってきて森林限界が近くなってきました。だいぶ山頂に近づいてきて視界が開けてきました。足元は結構ガレガレしてる感じなんですけど、道の両側に本当にお花が綺麗に咲いててすごく素敵な道です。今日は本当に天気も良くて頂上では綺麗な景色が見えるんじゃないでしょうか。
ちょっと頑張っていきます。山頂付近は火山口のような薄型の地形になっています。はい、日光白根山の山頂はもともと火山の火山口になっていたこともあり、結構山頂の中でもちっちゃい丘がたくさんあるような山頂になっています。さっきまで晴れてたんですけど、またちょっとガスってきてしまいました。晴れるかな。今日はトマトソースのペンネを作っていきます。まずはペンネを少なめの水で茹でていきます。なるべく早く茹で上がるペンネを選ぶといいと思います。ちなみに今回は3分の茹で時間のペンネを使っています。ペンネを茹でたらトマトスープを加えていきます。これはトマトジュースでも大丈夫です。さらに適量のピーマンを加えていきます。最後に適量のベーコンも加えます。火が通ったら完成です。仕上げにパセリとコショウを加えて完成です。ペンネを食べているシーンを録画できていなかったのですが、とっても美味しかったです。白根山は結構山頂が広いので、お昼ご飯を食べたりするので混み合わなくて、みんな特等席で食べれるので、それもすごくいいところでした。ご飯も食べてお腹いっぱいになりました。日高池という方に降りるコースから下山していきます。結構急な下りで、かなり足場の悪い急な下りになってますので、要注意なコースです。こっち側も晴れてきました。
地獄にやってきました。オタマジャクシがいっぱい泳いでます。オタマジャクシだ。あ、結構手と足生えてる。はい、今日は日光白根山に登ってきました。頂上で本当に天気も良かったので、中禅寺湖とか男体山だったり、あとは五色沼、下りで通った御長池など、頂上からの景色もすごく良かったのと、あとはあの途中の登山道も苔とかもすごく綺麗で、本当に生態系豊かな森で歩いてるだけで癒されるような